始まりましたカッサンチャンネルです。今日もですね、なんと荷物が届いてるんですけど、これカッサンチャンネルのリスナーさんからです。メガネがめっちゃある立派なやつやん。これ本当にありがとうございます。正直ですね、もう一回バラしてるんで、買っても分かってるしですね、ボルトもある程度緩んでるんで、めちゃくちゃ作業簡単です。カッサンチャンネルのフォロワーさんからこのワッシャー、分からんけどな、どっち、そんな差ある？全然分からへんねんけど。ですね、5、あ、5、5.5、5、5.5、5、5.5。本当は3と5とかね、なんかもっとそのぐらいこう変にしたかったんですけど、ちょっと手元にないんで、とりあえずこれで組み付けたいと思います。こういうフェイスありますね。このフェイスをこう加工してですね、もっとこう削るとこうやって結構いい感じになるんですけどね。分かるように、ここまでしか行ってないんです。ベルトがもっと端っこまで使えるはずなんですよね。これがもうちょっと上までちゃんとくれば最高速が伸びるんですよね。ですけどね、一応マジックで印しときました。これがどこまで V ベルトが来てるのか、また調査したいと思います。交互にしまして、ハイスピードプーリーの調子を見たいと思います。ただ見るだけじゃなくてですね、今からパフォーマンスに行くんですけども、ノエビアスタジアムまでモトブログスタートしてみたいと思います。なんで実績で行かないのかっていうこともあるんですけど、なんかやっぱ前も言ったと思うんですけど、実績を買ってからですね、この原チャリ、たかが原チャリなんですけど、スクーターすごい愛着が湧きまして、これね、ハイスピードプーリーを入れてから特に感じるんですけども、アクセルひねるじゃないですか、うわーんって、なんていうんかな、ウェイトローラーがボーンって外に遠心力で弾き飛ばされて、とにかく軽い、ふもーんっていうホバーというかですね、本当にもうリックドームがこうホバーで走行してるような感覚があるんですよ。ふわーんっていう、それ言い過ぎやと思うんですけど、だからね、トルクフルなバイクに変わりました。ちゃんとでも自分でね、交換したものばっかりなんで、ちょっと安心感もありますよ。ちゃんと安心感の中で走ってますからね。おお、びっくりした。いきなりポリスメンの乗ってるな、今のと。ですね。でも今回のこのプリートベルト変えたことで、中低速が良くなったってとこでしょうかね。それ以外はそんな何もないですね。ちなみにね、ハイスピードプーリーをつけると、坂道でめっちゃスピード出るようになるんですよ。でも遅いかな、なんでこんな遅いんだろう。もっと速くてもいいねんけどな、ハイスピードプーリーつけてたら意味わかんないです。そういう今のですやっぱ改善はされてないですね。一瞬アクセルがもたつく原因、一回空回りみたいなのがあってグンって回り進む、やっぱちょっと治ってないですね。ほら、こういうところで多分次アクセルをオンしたらグッてずれると思うんですよ。ずれてちょっと空回りしてからバッて前に行くんですよね。やっぱそれ直ってなかったんか。ハイスピードプーリーする前にまずそれやな。多分それするだけで全然めっちゃ速くなるんちゃうかな、もしかして、翼の折れたエンジェルやったかもしれん、もしかしたら。エンジェルだけの力で頑張ってたかもしれない。やっぱ翼がないとな、鬼に金棒の金棒をどっかに忘れてる可能性がある。なので、これやっぱクラッチっすね。なんかクラッチ、誰か詳しい人おらんかな。一緒にやりたいな。クラッチ。クラッチ一緒に誰かやりません？クラッチ仲間募集します。やっぱ森ぶでんグリス買った方がいいかな。やっぱグリスアップするグリスってさ、ウェイトローラーに塗るグリスと何が違うんかも教えてほしいねん。一緒でいい？一緒でいいんやったらもうね、ホーリーのグリスでいいねんけど。昔持っててんけどな、森ぶでんグリス。あれ高いんちゃうかな。なくしてもんだな。お、新型 B な。あれはもう全然、B とちゃうから。あれはもう仲間寄ってないですからね。ホースト B な。なので、やっぱクラッチっす。クラッチ開けたいっす。多分ね、もしかしたらクラッチは、ほんまに20年間触ってないかもね。クラッチは。名探偵カさんの推理ではそうっすよ。多分クラッチっすね。クラッチ濃厚やな。絶対これね、プラグとかも変えてるんですよ、多分。で、もしかしたらインマニとかも、下手したら前の人が、よし行くぞ、はい。ほら、来た、ほら。ちょっと空回るんですよ、今。で、次発進するとき、アクセルを開けて、電動を伝えながら、ブレーキして、で、回転数上げてから、ブレーキ離してみます。いきますよ。まずブレーキをして、電動伝えてから離す。あ、いける。この発進の仕方やったらいける。いけるんすよ、やっぱり。やっぱクラッチや。クラッチの初速が悪いね。ノエビア発見しました。あ、もう人おるやん、若干。最低です。音源忘れました。やばい、もう音がなかったらパフォーマンスできないっていうね。何やってんのって感じですよ、本当に。ただの顔見せだけで終わりそうです。やばい、音がない。音がないって本当にやばい。本当ね、最悪ですよ。マジで最悪ですよ。取りに帰ったらもうね、すいません。今日、パフォーマンスで呼ばれてるんですけど、バイクってなんかフットサルの方に置いてって言われたんですけど、あ、ここね、ノエビアスタジアムです。このノエビアスタジアムですね、こう入り口のところなんですけども、いろんなフットサルとかですね、まあ、売店とかいろいろあるんですけど、このですね、本当入ってすぐのところでやらせていただく。もらいました、川崎なんでございます。ありがとうございます。衣装いただきました。パフォーマンスになります。ぜひ今ならいい席ありますんで、ぜひお集まりください。いきます。せーの、3、2、1、やったー！決まりました！演者はですね、券をもらえるので、無料で見ることができます。おー、おー、すげえ。棒の初めて来たんですけど、めっちゃ面白い。